Good morning, good afternoon, good evening afternoon, 安コーチですいや英語の勉強はこの鬼コーチ安コーチ名コーチ安コーチに任せてね。さあ今回みんなと勉強するのは文法の基本自動詞・多動詞をまず確認しようそしてこの自動詞・多動詞の理解を使って、まあ、みんなが苦手なね関係詞の問題特に関係代名詞と関係副詞の区別の問題。 これを解いてみたいと思いますさあしっかりね短い時間だから集中して聞くんだよじゃあまず自動詞と他動詞の区別からいってみようはいまずね自動詞他動詞まあよくねみんなね第5文型、5文型って勉強するけども、えー、第1文型は SV 第3分径は SVO だったね。 まあ今回ちょっと別の文型を置いておいてこの区別だけまずしっかり押さえておいてねえ第一文型 SVSV をこれどう違うんだろうよく見て考えてよく見てそう第一文型は O がないの第一文型は O があるのまあこれだけの違いですねで第一文型で使う動詞を自動詞って言うんだで第三文型で使う動詞を多動詞って言うんだよねじゃあ自動詞と多動詞の違いはそう O があるかないか 自動詞にはおつまり名詞が必要ない、まあ、この後ろにはいろいろ就職をくっつけることができるんだけど文法的にはここでピリオド打ってもまあいいだろうというね。はいで第三文型ね、この他動詞は後ろに名詞が来なくちゃいけないの名詞が来ないとピリオド打っちゃダメなのここで打ったらこれインチキってことになるわけね。 はいえー、これがまあ自動詞と他動詞の区別でそんだけねはい、えー、これをちょっと頭に入れといてねはいでね実はこの自動詞と他動詞の区別これが関係代名詞と関係副詞の違いを見抜くときに必要になってくるわけねで関係副詞っていうのはあれよ、ねえー、場所の場合は「where」が来るよねえー、っと「時」の場合は「when」だよねえー、で理由の場合は「the reason」が先行詞の場合は「why」だよね まあ、このグループが関係福祉って言うんだったよね関係代名詞、まあ、いろいろ主格とか所有角とかいろいろあったねで関係福祉との区別で大事なのは目的格って言われる後ろに主語述語が来るパターンね。えー、こちらはこちらはね、えー、人の場合はフー「風務」とかまあ砕けた言い方では「風」だけどもねで、えー、あとは「えー、もの」の場合は「ウィッチ」とか「ザッとかが来るんだったよね。さあそれじゃあね ちょっとその辺もねまだ記憶が曖昧な人いると思うんで、まあ、今回勉強する関係副詞と関係代名詞の代表選手を2名ねちょっと見てもらいましょう関係副詞代表選手「where、ね」他の関係副詞も同じ使い方です関係代名詞の目的格代表選手「which that ね」ねえー、まあこれ先行詞が「もの」になる場合ねはいこれが代表選手はいじゃあこの代表選手を使いながらまああの 関係副詞と関係代名詞の区別をね、えー、見ていきましょう。まず関係副詞で、えー、重要なのは何か。あこの場所とか物とかっていうのは頼りにならないよ。だって場所だって物だってね。だってまあ例えばその物置とか言ったってそれ物でもあるわけだからね。京都とか言ったらまあこれはまあ物でもあるわけだから、えー、先行詞が場所か物かっていうのはこれ区別にならない。だから場所だから親 あーっていうふうにするとあウィッチが正解の場合でも親が入ってしまうことがあるんではい前は当てにならないっていうことを覚えておいてね、はい、関関係係代名詞関係副詞副の区別は後ろですじゃあ後ろがどうなるかここをちょっとよく見ておいてねはいまず完全な文になる場合、ね、これがこれが、えー、関係副詞になるんです完全な文ってどういうことかはい。 s v ここが自動詞で終わっているねこれが完全な文ですもしくはねまあ SVO と O が来てるこういうのが完全な文なわけよねはいえつまり何か要素が抜けていてはならないということまあ例えばこのあと今度全地が来たりしたら全地の後ろにはちゃんとプラス名詞がくっついている全地で終わったら不完全だもんねこういう完全な文が来るそしてもう一つの大きなポイントはねその「 関係副詞のウェアの場合には。その行為を。する場所を表しているわけね。つまり、後ろの分の行為をする場所。これを表す場合がウェアなんだよね。はい。その行為を行う場所。これを表す場合がウェアだっていうことを覚えておいてね。 はい、そして後ろに完全な分この意味の上から形の上からこの2つの見分け方の視点を持っておくようにさあそして次えー、モノプラスウィッチのこちらなんだけどもこれ、はい、こう見てくれば分かるように後ろ不完全な分が来る不完全な分っていうのはどういう分かっていうと例えば S プラス V これが多動詞なのに。 ブコーッと目的語がないとねこれおかしいでしょう多動詞には目的語が「O」がくっつかなくちゃいけないのにくっついてないこれはまずいねこういう不完全な文が来るもしくはもう一つ、えー、まあ,あどういう形であろうが前が完全であったとしても前置詞の後ろに名詞がないとこれも不完全だよね例えば「えー、オブボコ c o ABOUT」アバウト「b o c とかねそういうふうに抜けてるとはいこれがね ポイントなんです。二つを見抜くね。はい。それでは、ちょっと例題を見てみましょう。例題はこちら。はい、まず、最初の例題だけど、Tell me the place. はい。プレイスが出てきたら、プレイスは場所だから親やって選んじゃダメなんだよね。ちゃんと後ろを見なくちゃいけない。はい。You want to visit tomorrow。で、後ろの文を解釈するときに大事なのは、まず最初、就職語をカットしていくってこと。ね。文の構造とは関係ない。就職語ってなんかちょこ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 ね、こうゴキブリみたいについてるじゃない。これをカットする。はい。カットします。カット はい、そうするとトモローみたいな就職後時を荒らす就職を取って You want to want visit、はい、これはで出きましたはい「visit って、まあ、ここはねある程度覚えてなくちゃいけないんだけど「visit っていうのは自動詞「他動詞」どっちこれ「他動詞」なんだよね。で自動詞か「他動詞」かね区別するためにはこの先行詞の「the place ね」ねこれをくっつけてみるといいの。でもしも他動詞だったら必ずこの関係代名詞の先行詞が後ろにくっつくの。 えー、自動詞だったらくっつかないので今までね長い間英語を読んできた経験から You want to visit the place くっつきますかくっつくよね You want to visit the place I want to visit Kyoto I want to visit、uh, New York visit、ね、の後ろには場所名が直接くっついてたよねこうやって名詞がくっつくやつは他動詞って言うんだねじゃあじゃあじゃあ 多動詞の後ろにボコッと抜けてる多動詞や前置詞の後ろでボコッと抜けて不完全になっているさらに言っておくとこの不完全になっているボコッといった部分に、はい、この場所がポン入る場合にはこれは何を取るかというとじゃあ1番2番3番消えた The answer is for ねっ Which が正解ですじゃあちょっとね えー、難しい問題にチャレンジしてみようこれちょっと難しいよさあ今まで言ったところしっかり覚えてるかなあもう一回確認しよう、えー、後ろの文をする行為を表す場所ね行為をする場所ね、えー、これを表すのが「where」で後ろは完全な文ですでね、えー、後ろに不完全な文が来る場合には「which that ね」ねこれよく覚えておいてねはい次ちょっとね難しい難問に挑戦 はい、これは難しいよ。紛らしいよ。ね、それでは、まずね、えー、動詞確認してみましょう。動詞。動詞は、スピーク。このスピークみたいな動詞はくせ者なんだよ。さっきみたいに、まあ、ヴィットっていう動詞ね。ヴィズィットっていうのはもうほとんど多動詞として使うから、 そう問題はないこれは多動詞として覚えとけばいいんだけど大体ね英語の動詞っていうのは自動詞としても使う多動詞としても使う自動詞の場合にはこういうふうに使う多動詞の場合にはこういうふうに使うってねほとんどの詞が自動詞としても多動詞としても使うでいろんな用法を持ってるわけよねで今回ここでね問題になってるのはさあこの「スピーク」は実はね2つの使い方を今回覚えといて自動詞として使う場合にはこう「スピーク」 オブもしくはこれ「アバウトでもいいんだけど、えー、名詞というふうにきて、えー、自動詞まあここで終わってもいいんだけども後ろに名詞をくっつけたい場合にはオブっっってていうをを使って名詞くっつけるの、ねはい、まあ自動詞はね、えー、名詞を後ろに取ることはできないからもし名詞をくっつけたい場合は接着剤のような「ーブを使って名詞をくっつける、ねえー、ということなんだよね。で えー、自動詞として使う場合には当然この全詞を使って名詞をつけるんだけれどもでについいて話すととうことしかしねこの「スピーク」はもう一つの他動詞としての使い方を持っていてもう一つの他動詞としての使い方はスピーク、えー、言葉言葉っていうのは例えばオランダ語とかね日本語とかね 例えば「I speak English」とか「I speak Russian」とかそういうふうになんかこうロシア語を話す日本語を話すみたいなそういう使い方の場合にはこれは他動詞として使うんだよね言語を話すっていう場合さあ今回はどっちの意味なのかっていうのをまず絞り込んでいこうえまずそれはね意味の上からも解釈しなくちゃいけないよ I have been to the place been to 私は場所に行ったことがあるえ彼が彼のトークの中で話した場所 なるほどこれは意味的には言葉を話すって方じゃないよねもしもこの先行詞が例えば英語とかロシア語とかそういうものだったならば他同士の言葉を話すスピークってこともあるんだろうけどもこの場合にはね場所だからこれはその場所について話すっていうついて話す方だよねさあじゃあいきますよさばいていきましょう。はい、まずウェアの後ろに He spoke of、oh、とオブで終わった不完全な文が来た不完全な文が来るのは関係代名詞の which that の後ろだからこれはまず×だと思うねはいそして2番 Where he spoke 形的には合ってるんだけれどもはい覚えてるかな僕が言ったことね、えー、Where っていうのはその行為をする場所を表すよね彼の話の中で喋ったその行為をする場所じゃなくて 彼の話の話話中でトピックとして話してた場所だよねだからその行為をした場所ではないからこれは「×」ってことになるわけね。はい、that he spoke、ねえー、これ「ザット」は関係代名詞だから関係代名詞の「that の場合には今度は逆に「speak of ときて不完全にならなくちゃいけない、まあ、こういう形になってないということだからこれは「×」だよね。そして4番「which he spoke of」。 はい、ウィッチが来て「スポークオブ」「を抜けてるよ」ねうんそして彼が話の中でね語った場所ということで、ね、これは行為をした場所でもないわけだからね、えー、正解と取れるね。はいで5番「オブ」「ダッヒースポーク」いかにも良さそうに見えるんだけどこの「オブ」をね前に持っていく場合にはザッとじゃダメなんだ。ザッと が関係代名詞の場合、前に全地を持っていくことはできないんだよね。えー、このザットは。ウィッチ。じゃ、なければならないんだね。オブウィッチヒースポークっていう形は、まあね、今回はまだ。 説明しないんだけども「オブ・ウィッチ」という形は英語には存在するでも「オブ・ザット」というふうに「ザット」の前に全地を移動しちゃダメなんでこれは罰なんだよね。ただね基本に忠実に解いていけばこんなふうにさあこんなふうにね一つ一つ文法を勉強して丁寧に押さえていけばね文法なんか怖くない。 英文法が苦手だという人多いんだけれども、まあ、英文法というのはねあのちゃんと習えばできるようになるものですで今の入試では英文法というのは基礎だけしっかり押さえておけばねあとはもうとにかくね単語を増やしていって、えー、長文を読んで早く英語が処理できるようになることが大事ですだから英文法で勉強した文もね何度も声に出して読んで早く処理できるように練習しようで英文を暗唱してね将来やっぱりみんなね英語を話せるようにならなければならないんで まああのどん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 声に出ししてて英文をを暗唱する訓練をしてくださいそんな風に音読をね勉強の中にどんどん取り入れてやることが大事そして音読をやる時には投資の授業ではそうなんだけど、まあ、ネイティブのモデルを模範にししてて勉強してもらいます、えー、そして発音もね、えー、しっかりと訓練してもらってやはり何といっても英語っていうのはこういう英文法の問題を解くために勉強するわけではなくて将来みんながね 世界に出ていった時に英語が話せる英語が書ける英語が読める英語が聞けるっていうそういう状態を作るためにやるわけだからね、えー。ぜひですねまあ英文法の問題を解くことも大事だよでもそこからもう一歩進んだ音読学習これをしっかり普段からやってもらいたいと思います Don't study English at your desk all the time Because practice makes perfect Remember practice makes perfect 君は絶対に英語ができるようになる